こんにちは。こんにちは。これからメイクですか？そうです、これからメイクです。ハゲサンタ？ハゲサンタ、そう、動画を撮ったから昨日ここで雪だるまもめっちゃ減りました。映らないように減らした。大変だねこれ、毎回準備しないと。ほら、あ、毛が抜けた。めっちゃやばい、サンタの毛が抜けた。いちいちなんか動画とかズームがあるたびに剥がさなきゃいけないという。こんばんは。クリマンさんはどこ行ったかな。毛が抜けた。髪の日に反応しなくてごめんなさい。ダメだよ、あんだけ振ったのに。そう、なんか今日髪の日なんですけど、そう、触れたい人は触れてくださいみたいな感じで書こうとしたけど、メールってでもあんま際どいこと言っちゃうと引っかかるから、遠回しに絵文字とかでツッコミ待ってたのに返信なかった。そう、事務所からです。8時からの、8時からね、 YouTube あります。書いとこうかな。ピオリも送れない。そうだね、ピオリも送れない。いつも手のひらで転がされてるので今日はスルーしました。ダメですよそんな。うどむさん、タコありがとうございます。スルーするなんてダメです。せっかく振ってあげてるのに、求めてるのに返してないということですからね。そう、アリのゲーム始まってます。その説明会が8時から YouTube でありますので、それに向けてメイクと髪型をやっていきたいと思います。すずさん、レインボースターありがとうございます。髪の話なんてするわけない、いつも乗ってくるくせに。そう、ゲームの説明会 STU の YouTube でありますんで見てくださいませ。こんばんは。そう、アリのゲームアンツ、
初見です、こんばんは、こんばんは、はじめまして。準備配信をしています。あ、新生アライアンスっていう、なんか前のゲームだと呼び方ギルドだったんですけど、今回アライアンスっていう名前なんですけど、に入るには申請がいります。今回はね、ギルドっていう名前じゃなくてアライアンスっていう名前です。こんばんは。そう、細かいこと、私がツイートしたやつのリンクに細かいことが記載されてると思うので、申し込みフォームみたいな、私のツイートを見ていただければ。こんばんは。今日もカプセル待ってます。まあ夜も配信するんですけどね、準備しとる間暇なんで配信もやっちゃおうという、一石二鳥、外羽です。この配信はまあ1時間ぐらいかな。夜も1時間ぐらいかな。夜遅いので帰ってくるの。1時間1時間ぐらい。一人で家でメイクしてる時間配信回したらね、ちょうど配信もできて。そうね、夜はまあ10時半とかかな、早くて10時か10時半、11時にはならないとは思うんですけど。ザ・アンツって今から参加だと遅いって。え、全然遅くないよ。なんなら3時ぐらいから始まったから、今日1時か。まだ始まってすらない。まだ申請も多分全員終わってないし。鍋ゆきペアです。参加してくださった方にはその上位の方とかにはプレゼントもあるので、またぜひ。あんままだ参加されてないから、その商品ゲットの確率も高いので遊んでください。そう、チュートリアルがレベル6まで上げないといけないんですよ。それ全部チュートリアル。左端のびっくりマークがあると思うんですけど、そのびっくりマークを押してチュートリアルに従ってアライアンスじゃないわ、チュートリアルを全部進めたら6になりますので、左下のびっくりマークから従っていけばチュートリアル全部終わって6になります。YouTube は何人出るの？ゲーム参加する人全員なので12人くらい？違う、5チームって言ってたよね。じゃあ10人だ。10人ですね。そう、チュートリアル長いよね。
スムーズに行けば15分以内に終わるんですけど、迷ったらちょっとかかるね。こんにちは、こんにちは。最近膜も上手くなってきた。よいしょ。あ、ね、自分も最初から923にいた。そう、923から、今始めたら923からになってる大体の人は。そう、レベル6はね、チュートリアルなんで。レベル6まではチュートリアルだから。ショールーム忘年会？よし、いい感じ、髪の毛。こっちがなんか変じゃない？感じ、めっちゃいい感じなんじゃないでしょうか。ミキヤさん、かわいいギフトありがとうございます。脱出島ゲーム、本日20時半から2時間限定で、今年も残りわずか、ショールーム忘年会。へえ、そんなんあるんだ。あら、20時からショールーム配信じゃないわ、 YouTube 配信だ。私9時半、10時半、忘年会参加できないよ。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。私が最近ハマってる、これは斉藤京子さん部屋。ホリックっていう映画見た？私映画館で見たやつだ。アマプラで配信されてるよね。世界観すごくない？世界観が、
次はメイクをしていきたいと思います。髪型が完成したので次はメイクですね。手がオイリーになっちゃった。オイルを塗ったので。アマプラ、私はネットフリックスの22日がすごい楽しみ。22日楽しみに生きてる。髪型は出来上がり。国連パサランさんギフトをありがとうございます。ギフト黄金のアヒル。ペア希望制じゃなかったですよ。でも仲いいメンツっていうか仲いい2人組になるように組まれていたので。今日配信早い。そう YouTube あるからね。この後YouTube、 YouTube、 髪型いいね。ありがとうございます。そうスタッフさんが決めてくれたけど、国連パサランさんハートありがとうございます。よし、今は来週の木曜日なんだ。へえ、木曜日か。こんばんは。こんにちは。ね、私は見ますよ。22日に絶対。コンシーラーどこの使ってるの？コンシーラーはなんだろう、なんかありきたりな、どこのだろう、韓国とかのやつです。9点で買ったんでどこのかわかんないよ。9点で買いました。はじめまして、こんにちは。こんにちは。ゆきりかの配信が終わったら手羽先を食べに行きます。名古屋か、今手羽先、手羽先
しい。こんなもんかな。よし。もうすぐ横浜着きます。お、いよいよ明日ですもんね、お話し会。いよいよ。どうやって行ってるの？バスとか船とか新幹線とか車とか。私はまだ明日ですね。1時間目じゃないから明日行きます。始発から12時間乗ってる。めっちゃ遠いじゃん。でも電車の旅も好きだけど、私は1日でそんぐらい電車に乗ってみたい。なんか電車に乗ってる時間ってなんか何してもいいっていうか、なんかしなければいけないこととか ないし、そんなぼーっと携帯触るか音楽聴くかぐらいなので好きです。眉毛を描きます。家にいたら何かとしなきゃとか思うけどさ、あれしてこれしてみたいな、あれしなきゃこれしなきゃ。なんか新幹線とかだと音楽聴いてていいから、ずっと。まゆき、電車最高何時間乗ったことある？電車？電車はないよそんな。新幹線の4時間ぐらい最高。電車は1時間とか2時間かな。電車はないかなそんな。バスで大阪行くとき10時に乗って6時に着くから、8とか、バスの8とか終わります。眉毛タイム。七並べに出てくる鉄オタ、鉄オタがいるの？七並べに。眉毛タイム。おでこパッカーン。広いからね。お疲れ様です。こんばんは。イルミネーション行きました行きました。あれ、なんか前髪が変になった。アンチやり始めてたら3時間解けた。めっちゃ解けてるじゃん。チュートリアル15分かかるんだよね、チュートリアルで。だから前髪の感じはいつもと違う。そう、さっき私はオイルをつけすぎたんです。
オイリーになっちゃったからちょっと抑えよう。白い粉で。よし。今から夜行バスで向かいます。待ってます。待ってますっていうか、私の方が後から行くから待ってますじゃないけど、元通り前髪。やばい、このペースでしたらいけない。ちゃんとやらなきゃ。続いてアイシャドウ。アイシャドウ。あ、豚松さんギフトありがとうございます。ペンギンクリスマスギフトありがとうございます。アンダーライブ？へえ、今日？どこでですか？アイシャドウ。鏡見てやらないと怖いな。よし、なんかまた前髪が長い。昨日切ったのに。どうしてどうして。こんばんは。昨日切ったんですけどね、前髪。どうしようかな、切ろうかな。後ろがめっちゃクリスマスだった。そうなんよ。昨日の配信なかったっけ。昨日の配信で飾りつけたんですけど。坂道 FC さん、だるまありがとうございます。そう、自分で切りますよ。私3日に1回ぐらい切らないといけないから、そんな美容室いけないよ。何してるの？メイクです。雪だるまの配置は変わってないよね。剥がしてしかないから、剥がしただけです。この辺剥がして移動させてはないから、剥がしたんだよね多分。剥がしてしかない。こんばんは。
アイライン。アイラインは終わりです。金太前髪が落ちてるので、空気入れるやつ、あー風船みたいなやつ、風船みたいなやつはないな。クリスマス、ハロウィンもあるけど、クリスマスはないか。アライアンス申請はそうね、運営さんがやってくれるので、ちゃんとファンの方かどうか。ゲームまでにねできたらいいよね、今日の説明会までに。いい感じ、もうちょっとで終わりますメイク。まつげ、こんにちは、こんにちは。NXY の感じなんかいいよねってかな。なんかブランド名でありそう。NXY かと思った最初。NXY。よし。あとは、チーク。チーク塗って。こんにちは、こんにちは。よし、これでほぼ完成です。鼻筋も入れとこうかね。まあ10人いるから多分顔はあんま見えないんだろうから、軽くでいいんだけど。
黒くした。完成。新しい顔よ。完成。うどむさんレインボースターありがとうございます。ズームみたいな感じじゃなくて、いつもの全員椅子に座って一気に画角に入るパターンです。僕連パサランさんいいねありがとうございます。え、今日広島寒いよ。朝調べたら1度とかやった。私暖房つけずに寝てたんですよ。そう、でも全然寝れたんですけど、朝今日寒いかなと思って天気予報見たら今日めっちゃ寒かったです。昨日よりも明日よりも寒いです。ゼロ度って書いてる。最低ゼロってめったにない。広島ね、そうね、2日前ぐらいにちょっとだけ雪降ったけど、本当にちょっとだけ、埃ぐらいのレベルで降りました。ゼロ。まあ明日は広島雨の予報ですけど、まあ私たちは横浜なので広島の天気は関係ない。流星群見てないよ。流星群私はズームの時に携帯でズームして iPad でログインしたんですよね、アンツに。iPad のアカウントをさ、携帯に入れようとしたら、携帯でもなんだろう、乗り継ぎみたいなところがなかったからチュートリアル進んじゃったんだよね。チュートリアルを全部進めないと乗り継ぎできないのかな。アカウントの乗り継ぎみたいな。まあいっか、配信中にできるし iPad の方が。そう、データの引き継ぎがない、ミスったよね私。 iPad 持ってる時しかできないっていう。まあでも配信中できるからいいんだけど。めっちゃローモバ倒すとかありますもん。倒すみたいな。めっちゃローモバ。めっちゃローモバです。攻撃。アカウント連動。まあとりあえず iPad 持ってこ。まあ携帯触りながらできるから、まあ便利っちゃ便利。そう、この左下のねびっくりマークに従っていって、こうやって押して、これでチュートリアルを進めていくって感じです。
地道に。でパワーアップさせていくっていうゲームですね。ね、よくどうやったらいいかよくわかんないけど、お城の方が分かりやすいね。なんかよく分かんないけど、まあ今日説明受けるから推しありは名前で選びました。推しありとかあるのこれ知らない。推しありって何？タスク。よくわかりません。こんばんは。こんばんは。推しありが選べるの？自分のプロフィールってどっから見るんだっけ？ここからか。まあ分かんないからちょっとゲーム YouTube で説明を受けよう。よいしょっと。足がしびれた。ユキリカのアイコンのアリの名前が誰かっぽい名前。マジなんて名前。私のアイコンのアリ適当に、あれ初期ですよ、初期仕様みたいな。私何もいじってないから勝手にあれだった。アリの名前ってどんなの？日本人系？鍋なんとか。へえ、そんな名前あるんだ。アリに。それ私がつけたやつじゃなくて。よいしょ、刺しました。まあ今時の充電器ってすぐたまるんで20分もありゃ余裕でたまります。まあ私のアンツは iPad なんで iPad は 100% ある。iPad は充電満タンなんで。携帯は使わないから。足しびれた。キャー、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あとは着替えて行くのみ。着替えて行くのみですね。充電 Now です。なおです。もうそろそろ終わりかなって。そう、6時ぐらいには終わります。着替えます。さすがに。まあ別にゲームだから、まあこれでもあれですけど、何着よっかな。ベル君タコ。
ありがとうございます。意外配信はないです。眠くなるね、なんかぼーっとしてたらダメだ、寝たらダメだ。こんにちは、こんにちは。カツさん、レインボースターをありがとうございます。え、眠たい。なんかあったかい部屋でぼーっとしてたら眠くなる、座って。ね、エキシニコーヒーは買っていくつもりです。眠ねむねゆき、明日着るから。サンタは明日です。こんばんは、こんにちは、こんにちはか。じゃあ終わろうかな。準備完了です。完璧ちゃんです。髪型も完璧ちゃんです。めちゃくちゃお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでランキングを読みます。13位、アキアンさん。12位、黄色い鹿さん。11位、リチャさん。10位、ダイダイさん。9位、おてもちゃん。8位、ヤスルパンさん。7位、ミキヤさん。6位、スーさん。5位、理化学研究所さん。4位、ジャクソンさん。3位、ホクレンパサランさん。2位、ウドムさん。1位、豚松さん。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで眠いですね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。もっと遊んでください。でも会話が終わったじゃん。全然あと30分ぐらいいけるけどさ、私的には。会話が止まったからさ、空気読んで終わろうかなと思って。ということで終わります。それでは、こんにちは、こんにちは。会話が終わったから終わります。ということで次は8時からの YouTube です。待ってます。アンツよろしくお願いします。ではまた後ほど。